皆さんこんにちは。デコルテヘアメイクの堀之内です。今回はこちらのスカーフを使ったセルフアレンジをご紹介していきたいと思います。はい、私の髪の毛の長さは胸下ぐらいのロングヘアです。スカーフを巻くのは長さがなくてもできるアレンジなので、ぜひ皆さんも参考にしてみてください。はい、では今回使用するアイテムをご紹介していきます。まず最初にこちらの N ドットのポリッシュオイルを髪の毛になじませていきます。この後に今回は毛先だけちょっと太めのモテで巻いていきます。髪の毛を結ぶゴムがこちらのシリコンゴム、ちょっと小さめのゴムとシリコンゴムよりは少し大きめのゴムを用意します。メインであるこちらのスカーフ、少し長めのタイプのものをご用意していただけるといいと思います。はい、では早速髪の毛を作っていきたいと思います。まず最初にこちらのオイルを髪の毛になじませていきます。今回は髪の毛を編んでいくので毛先だけワンカールさせていきます。編んでいきたいと思います。まず最初に2つに髪の毛を分けてください。ただこちらのシリコンゴムを使って結んでいきます。結べたらまずくるりんぱを作っていきます。下のこのゴムを毛先で隠していきます。束を少し取ってこのゴムのところに巻きつけます。はい、ではゴムを隠していきます。毛束を少しゴムのところに巻きつけていきます。2回ほど巻きつけたら結んだゴムのところに通していきます。はい、ではこんな感じでツインテールができました。ここからさらに三つ編みを作っていきたいと思います。準備を編んでいきます。ほぐすので編むときはしっかりきつめに編んでいただけるといいと思います。毛先まで編まずに途中まで編んだら髪の毛が結びます。結び終わったらしっかり土台を押さえたまま髪の毛をほぐしていきます。同じように最初はきつめに編んでいきましょう。毛先までを編まず途中まで編み終わったら結んでいきます。
ここで終わりにしても大丈夫です。私みたいに髪の毛がまだ少し毛先が余っている方はもう一アレンジ加えていきます。この時に使うのが先ほどのシリコンゴムより少し太めのゴムを使っていきます。次はあえて髪の毛をずらしながら結んでいきます。で、ずらしたところの隙間の髪の毛を引っ張ってアレンジを作っていきます。していきますので、これからも見てください。ありがとうございました。